こんにちは。さて今回ご紹介するのはコンバージョン率向上サービスコンバージョン上がるくんの iBot です。そしてゲストには前回 CBot でもお招きしておりますメディアリンク株式会社の松本社長をお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてワイズからはコンバージョン上がるくんの iBot の商品担当吉岡課長代理と私、山口が司会進行でお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回もお聞きした通りコンバージョン上がるくんというのはウェブや電話からのお問い合わせや資料請求をしやすくなるサービスということでしたが、詳しくは前回の CBot の動画をご覧になってない方はこちらをぜひご覧ください。さて今回は、iBot についてサービスの内容や開発の経緯実際どんなお困り方があるのかを詳しく伺っていきたいんですけれども、松本社長 IVR っていうのはあまり聞き慣れないかなと思うんですけれどもどういうことなんでしょうか。はい、インタラクティブボイスレスポンスの略らしいんです、はい、で IVR らしいんですけど日本語で言うと自動音声応答とか音声自動応答システムの略ですね。多分皆様も使われたことあると思うんですけどこうコールセンターに電話したらお電話ありがとうございます〇〇でございますご希望のプッシュボタンを押してください〇〇は1を〇〇は2をみたいなシステムのことを IVR って言いますね。そうなんですね。使ったことあります、はいはい。iBot の話に戻りますが自動受付 IVR とアフレコ IVR があるということだったんですけれどもそれぞれどういうサービスかお聞きしていきたいんですけれどもまず自動受付 IVR とはどういうサービスなんでしょうか。自動受付なんですけどもあらかじめ設定しておいた、ガイダンスで24時間いつでもお客様からの電話の自動受付ができるサービスとなっております。具体的にはどういうふうに使うことができるんでしょうか。はい、一番やっぱり多いのは注文の受付を自動で受け付けるですとか、あとはその逆の解約なんてこともあるんですけど、どんな電話の問い合わせでもいつでも24時間受け付けることができちゃうので、はい、用途問わずですね、すべての電話業務を24時間自動で受け付けちゃうっていうところです。アフレコ IVR とはどういうサービスなんでしょうか。はい、ピーク時間帯とかにスタッフさんが忙しくて電話出られなかった際に電話の自動折り返し予約っていうのをできるサービスとなっております。具体的にはどのような用途で使えるんでしょうか。はい、これやっぱり通販さんが一番多いんですけどもこうテレビショッピングとかでこうテレビでバーンって通販を出すとそのタイミングでやっぱり電話って集中しちゃうんですよね。でどうしても電話回線というかそのオペレーターが埋まってしまうんで、でここでこうツーツーツーってなっちゃって受け付けられないってすごい機械損失じゃないですか。テレビ通販ってね莫大な投資をしてるんでその時にオペレーターがいっぱいになっちゃった時に限ってこのアフレコ IVR が応答をして今から何分以内に折り返ししますよと受付いたしますかって聞くことによってここを機械損失を最小限に抑えるっていうそういったサービスですね。なんですね、電話につながらないとかっていう不満を、ね、解消してくれるようなものなんですね。そうですね、はい、分かりました。さてここまでコンバージョン上がるくんの iBot について伺ってきましたが次回も iBot について詳しく伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではまたワイズセッションでお会いしましょう。ありがとうございました。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。詳しいことは概要欄に書いてありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。今後もワイズチャンネルにて様々な動画を公開してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。